皆さんこんにちは、ケンです。今日は私の愛車 3T エクスプローロの紹介と、前回紹介させていただいた GRX12 速アンストッパブルを組み付けているのでレビューをしていきたいと思います。まずね、パーツの紹介をしていきたいと思います。はい、ということで車体の紹介です。こちらはエクスプローロプロというモデルになります。 3T にはですね、3つのグレードがありまして、プロ、チーム、LTD、 この3つがあります。プロというのはエントリーグレードのフレームになっております。プロと LTD の差っていうのがですね、主に素材ですね。プロの方がカーボンフレームとしてはちょっと重くできておりまして、 LTD はより薄く軽く剛性があるっていうような感じですね。重量は見た目のごつさ通り重さのあるフレームになるんですけども、疲れにくいので長距離に使用したりしております。で、今回、バラカンしたということで BB も変えておりまして、11速の GRX 使った時はセラミック BB を使ってたんですけど、やっぱりグラベルとかの環境で使ってたのですぐダメになってしまいました。パキパキ音が鳴ったので杉野の BB にはなるんですけども、ちょっとね、安いやつ、スチールベアリングのものを採用しております。グラベルロードにはセラミック BB もしかしたら相性悪いかもしれないですね。今回は GRX12 速用のチェーンリング 42T にクランク長を 170mm にしてみました。ペダルは前回からの引き継ぎ XTR の幅広のタイプになっております。チェーンは SLX グレードを使用しております。スプロケットにつきましてもマイクロスプライン仕様のカセットスプロケットになっております。 RX820 の SGS というロングケージになります。今回 GRX12 速にするにあたり、アンビータブルとアンストッパブル、こちらの2つにつきましては12速専用のマイクロスプラインというハブを使わなくてはいけません。で、そのためにですね、デオレ XT、 こちらの100×142mm のリアハブを買いまして、今回手組みしました。ラチェット音はショート動画で上げている通り、私も最初は壊れたのかなってびっくりしたんですけども、低速域だと爆音が流れて、高速域走ってる時はもう無音っていうような、ちょっと変わったようなやつです。で、手組みするにあたって今まで使ってたキャノンデールのホログラム35、これをグラベルバイクに使ってます。で、スポークはね、ちょっとシルバーにしてみました。前と後ろちょっと違ってきます。で、そのままタイヤはパナレーサーのグラベルキング無印になります。チューブレスモデルで 700×38、 リミレットカラーのブルーです。一応ね、この 3T のフレーム、チェレステカラーが混ざった、ブルーみたいな感じの色なんですけども、グラベルキングのリミテッドカラー、この 3T に合ってるんではないでしょうか。結構評判はいいので気に入っています。チューブレスバルブはマックオフのオイルスリックカラーになっております。はい、こちらがね、12速の新型キャリパーですね。 GRX820 シリーズのやつですね。で、前は、今となってはもう珍しくなったんかな、デュラエース、こちらをまだ使っております。 160mm になっております。で、後ろは今回仕様変更しまして、こちらも GRX のキャリパーついてるんですけども、ここにね 160mm のローターをつけるための変換マウントをつけさせていただいて、160mm、 後ろも今回140から160mm にしてみました。ディスクローターはすごい安いやつですね。ぶっちゃけね、ディスクローターね、これでいいかなって感じしてます。サドルは柔らかめのファブリックのサドルを使っております。もともとエクスプローラーのシートポストって結構特殊で、ここにね、樹脂というか、何て言えばいいのかな、カーボン素材でできてて、そこの樹脂みたいなやつが振動吸収性を良くしてるっていうようなやつを使ってますので、柔らかいサドル履いてなくても結構乗り心地はいいです。特殊なシートポストですね。ただね、ちょっとシートポストちょっと重いんで、今回ハンドル変えました。 3T のなんだっけな、これエアログラベルハンドル LTD ですね。フレアになってるやつですね。前回はチーム、今回は LTD っていう最上級グレードのものを使っております。で、ブラケットの角度を結構こう斜めにしております。ここは 3T のプログレード、ステムやハンドルはプログレードになるとアルミ素材になってきます。本体のフレームとかだけはプロでもカーボンモデルとなっております。それにトムソンのトップキャップ、そしてスパカズのコラムスペーサーでレックマウント、オイルスリックのやつですね。で、基本的にライト系はボントレガーですね。ボントレガーのものを使っております。サイコンは今エレメントボルトですね。バーテープ GUI のリミテッドモデルですね。ここが紫のメタリックカラーになっていて、徐々に真っ黒になっていくっていうようなやつになっております。これあえてここまで巻いております。エアロ重視というよりはどちらかというと快適さ重視で、エアロハンドルって結構握りやすいですよ。ぜひ試してみてください。で STI レバーも当然820シリーズですね。で普通に変速ありの右レバーと、もう変速レバーがついてないタイプですね。こちらね、選ぶときにいろいろ品番があります。ドロッパーシートポスト対応の左レバーとかもあるので、買うときは要注意です。これがね 3T エクスプロードバージョン3になります。ステムとサドル以外ほぼ変えてますので、乗り心地とか変速性能だったりとか使い勝手が変わってますので、もう別の自転車になってます。で感想なんですけど、12速のマイクロスプラインのディオレ XT のハブ、車輪組みする前から触ってみて思ってたことではあるんですけど、結構なんていうのかな、かっちりしてるというか、踏んだ時にすぐに反応してくれるといいますか。あと回転性能も、今までついてた、キャノンデールの、ハブより全然いいです。全然巡航維持が楽になりましたし、かかりもすごいいい感じです。なのでデオレ XT のハブね、2万ぐらいだったと思うんですけど、そこが影響大きくてグレードアップしたなっていう印象です。前回11速の時は1142、前が44っていう組み合わせだったんですけど、今回42でトップがマイクロスプラインハブを使うことによって 10T、リアが 51T となっております。この幅っていうのと変速段数が1つ増えたっていうのは非常にでかくてですね、もはやねもうフロントダブルいらない時代が来たかなっていう印象なんですね。最初ねローギア全然使わないかなって思ってたんですけど、意外とあると便利ですね。特にヒルクライムシーンなどにおいては、もうこの 51T でくるくる回しながら息切れすることなく登れるっていうのがメリットです。ただ遅いですけどね。スタビライザー機能もね従来通りついてますので、グラベルにおいてチェーン外れなども今起きたことはないです。今 SLX っていうグレードのチェーンとスプロケット使ってるんですけども、上にはまだデオレ XT と XTR っていうグレードのパーツがあります。ですので最高レベルの変速性能ではないんですけど、 SLX グレードでも従来の11速の810シリーズと比べると変速の、速さは12速になったことによって、同じ機械式で比較した時に所感なんですけどちょっと速い気がします。要は変速の切り替わりが速いっていう印象ですね。ただデメリットもあって、やっぱり12枚の多段式で、かつ今 1051T で SGS っていうゲージを使ってますので、結構変速ずれます。で、走行中にちょっとワイヤーの張りを見直したりとか、しております。全部がずれるってわけじゃなくて、どこか1枚が、カチャカチャ、要は他のギアにするような音が出てしまうっていうのが今悩みです。調子いい時は全部きれいに入っていくんですけど、やっぱそこが、ちょっと私は気になるとこなんですね。気にならない人は気にならないレベルなんですけど、普段からそういう自転車触ってる人間としては変速のズレっていうのはちょっと11速より大きいかなと。でワイヤーの張りが結構シビアになってるって感じです。今回12速ね初めて勉強するにあたって買わせていただいて、たくさんディーラーズマニュアルもねもうすごい読んだりとか、チェーンの長さもね4リンクから6リンクとか変えてみて、変速性能変わるかとか、あとはスプロ系も何回も、はめ直したりとか、してみたり、いろいろ試すんですけど、やっぱりシマダのディーラーズマニュアル通りにやらないと、しっかり動かないっていうのと、11速の時と比べて組むのがちょっと難しくなってると思います。というのもマイクロスプラインっていうことを、私が初めて触ったっていうのもあるんですけど、まずカセットスプロケットのはめ方も、ミスりやすい部分があったりとか、トップと2枚目ですね、ここが、ミスりやすかったりとか、しっかりね刻印同士で合わせないといけないかったり、グレードによってはそのフリーボディにつけるスペーサーの数が違ったりとか、しっかりマニュアル読んでないとね壊してしまうので注意してください。あとはB テンションボルトって言わないかも、ローギアとプーリーとの隙間を決めるためのボルトがあるんですけど、ここについては、SGS のケージだとマニュアルで決まってきます。このラインにしてくださいっていうのが分かりますので、そこにしっかり合わせてください。やっぱりここもずらすとダメになりますね。あとは、ブラケットの形も若干変わったっていうんですけど、そこは正直11速とほぼ一緒かなって感じでございます。相変わらず滑りにくくて使いやすいは使いやすいんですけど、私個人的には GRX11 速の DI2 のブラケットが一番好きですね。はい、機械式のブラケットはやっぱちょっと大きい、手が大きい人向けかなっていうイメージなんですよね。でキャリパーね、隙間が広がることによって、ローターすりにくくなったっていうのがあるんですけど、そもそも11速の時に別に調整しっかりしてればすることもないですし、その間隔が広がったことによってむしろ遊びが大きくなったなっていう印象で、レバーでねその遊び間隔は調整はできるんですが、そんなにそのクリアランス広がったことによるメリットは今のところ感じてません。広がったことによってなんかブレーキしやすくなったとかそういうのはあんまないですね。ブレーキの利きとかはねやっぱ11速と一緒だし、そもそも11速の時に吸ってなければ全然12速とあんま変わんないかなっていう感じです。ということで、以上ね私の 3T エクスプローロの紹介でした。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。